るいまに満員電車つり革にぶら下がる通勤の日々うつろな視線は今も変わらない幼き頃はこの国も少年で希望に溢れていた高度成長期の両親はオプティミストマーティン・ルーサー・キングに光を見てケネディ暗殺に闇を知るテレビに流れる LGBTQ 私が知る家族の形はすでに崩壊した仕事をなくし居場所をなくして振り上げた拳の下ろす場所はない兄貴の嫁は男だった介護施設に残されたがやるせないアメリカに憧れ自分をなくして未来を託す相手すらいない否定すらこの国を漂う